4月11日のケリヒメスイーツ。裏で宝船を回っておいて、こちら、間違えた、こちら遺跡の鍵の素材、左右の鍵かな、こちらをゲットしておきました。で、ステージのパーフェクトクリアボーナス PCB で手に入れたこちらの本を使って遺跡の鍵をゲット。で、これを装備しなくちゃいけない面倒くささで、遺跡なので星を呼ぶもの、ここかな、遺跡聖地ってですね、真ん中のタコさんのところの遺跡聖地。鍵を装備して乱入ボスが出るようになりました。遺跡の鍵に何かが反応した。ビンビンの反応ですね。ミリオネアは乱入ボスのところで一応払っておきますか。ほい、つい返事しちゃった。もう一旦かかるな。よいしょ。敵が身構えてる系じゃないので、正味こちらが2連続で動けるので便利。便利というか、通常こっちだからね。最初のターンから敵の反撃がある、敵が身構えてるようだはあくまで特殊なステージ扱いだから。呪符付きの UFO、 訪問者討伐の証、 S は何だろう、スイーツかな。美食買って呪符いけたっけ。お、貫いてる貫いてる。でも属性が不利だな。それでも3桁多く与えてる。追加の毒ダメージで29億も。あと、ついでにミリオネアを打っておく。ミリオネアを大きくしてもしょうがないでしょ。しかもノーマルカード。一番無駄な行為をしてしまったね。美食家でも、十分削れそうな気はするけども。初音ミクあたり、打っときますか。初音ミクというか、雪ミクか。あ、しまったな。呪符を打たれちゃったんで。呪符貫きっこで、最初のターンにミクとかで、まあ最初のターン呪符でガードされちゃうけども、その後に呪符を剥げるやつ入れてとかでもいいし、順番を変えていけば、あ、でも2番目にした方がいいか。そしたらミクは、こんなタイミングで、あれ、呪符大丈夫だったんだ。本当、キャラが多すぎて、いちいち効果が覚えきれない。蹴る前に引っ張ると一応、ある程度ね、情報は出るけども、全部出るわけじゃないから、あれ？これも入ってたんだっていうのがね、打ってから気づくっていうパターンもあるし。まあ、簡単に周回できるから、何度も、トライ&エラー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 をしておけば、いいわけだ。アンドが多すぎる。これでアイテム自体は、これは3つ目のステージかな。天空ステージの鍵を手に入れてからだね。遺跡ステージ、こちらのアイテムは全てゲット。達成報酬は UFO 3体撃破で星の宝珠。お、これをゲットしないとだね。呪符系だから、歌舞伎物いけたね。あとブライカンとかも確か呪符は剥げた気がするな。新覚醒の歌舞伎もの。昔はこの反射バリアとかもさ、結構厄介だったけども、この反射無効のキャラが多すぎて、これがついてたところでっていうパターンがほとんどになっちゃったね。すいません、呪符ダメでした。ことごとく間違ってるな。土産よろしく。いいね、敵は偶属性なんでパーがよく刺さる。グーチョキパー3属性になる前何だったっけかな。たまに話し出すけど、最初3属性グーチョキパーじゃなくて、なんか普通になんか赤黄青みたいな、そういう色のやつだったんだっけかな。
ドーナツ食いすぎ。次のターン何行く？よし強いな歌舞伎もの。まあ割とドイツでもご利用せるね。このステージは、このステージがさっきの時は軸だから、シールドよりご利用せるので、ある程度ヒット数とかあればそっちでご利用することも可能だし。そう、もう一回やって、とりあえず達成報酬をいただきましょう。ブライカン、ブライカンは確かあったはず。うん、自負無効あった。うん、はい、ちょうど敵も3人だし、えい、やっと、そい、やっと。せっかく借りたのでブライカン使いましょう。ブライカンも相当強キャラだよね。出始めというかしばらくの間、うん、使わせてもらったから。ブライカン新覚醒とかなったらどうなんだろうね。強い。反射系のお話あったけど、うん、今はさほどでもないけど、あの、なんて言うんだっけ、レーコンの反射のやつ、オブジェクトに攻撃加えるとなんか人玉が反射攻撃となってやってくるやつ、あっちの方が痛いよね。そしてやっつけきれなかった。まあ、ここまで削れたらあとは何やっても問題ないでしょう。ポン、いい感じね。次も行くよ。これで3回撃破、星の宝珠をゲット。これもなんか作成の素材とかだっけ。火山の方は、うん、終わってる。よし、あとノーマルステージとか経験値ね、今確か3倍とかだっけ入ってるんで、うん、ちょうど今日強化寄付の月曜日だし、月曜だよね、うん、ジャンプで出たし、しっかりと、うん、強化しておきましょう。経験値稼ぎだね、どっちかっていうと重要なのは。ではこんな感じで今日は終わりにしておきましょう。また明日。